新サッカースタジアムエディオンピースウィング広島の徒歩圏内にある JR 横川駅エリア。こんにちは。これを貼らせてもらいますよ。はい。サンフレのチームカラー紫色のポスターが貼られていきます。横川ビクトリーロードということで、新たに作ったものです。10回ほど手直ししまして、デザイナーさんを困らせてしまいました。スタジアムまでの道のりおよそ 1.4 キロをビクトリーロードと名付け、サポーターに寄ってもらいたいスポットを一目で分かるようにしました。横川からって皆さん言われるんですけど、歩くと意外と近くてですね、それからポイントポイントも見応えがあるんで。周辺の飲食店では紫色のシソ味サワーやシソ風味のフライドチキンなどサンフレッチェ応援グルメを開発。おすすめスポットの一つ、おかえり観音は祠まで紫に染まりました。開幕戦に期待が高まる中、前日から準備していたのが、白とか黄色とかたくさんある中に紫ももともと準備してありました。紫があって良かったですね。良かったですね、本当ね。サポーター全員を対象にした抽選会です。もちろん当たりの色は紫です。10個あります。もてなす準備もプレシーズンマッチの試運転モードから公式戦の本番モードに突入です。街全体を紫に染めたいし、やはりみんなもですね、紫のぶち圧の心でですね、盛り上がっていきたいというふうに思ってます。スタジアムの最寄り駅の一つ JR 新白島駅も今朝からサンフレッチェ仕様になりました。3本の矢をあしらったエンブレムが改札口にお目見えしました。本当大きなエンブレムも目を引きますし、この何より大きなポスターですよね。選手たちと試合勝った後にこうやって記念撮影したくなりますね。新白島駅のほか横川駅と広島駅の一部も明日までにサンフレ仕様に変わる予定で、スタジアムの街中効果はシーズンが開幕する前から広がりを見せています。ビッグアーチにあったことはビッグアーチであったことでよかったんですけど、こっちにできたことによってよりいろんな人に触れる機会にもなるかなと思うので、そういったところはすごくいいかなと思ってます。いろいろとイベントも実施していただいてるんですけど、これからしっかりと一緒になって盛り上げていけるように頑張っていきたいなというふうに思います。